風立ちぬは、堀カ夫の中編小説。作者本人の実体験をもとに執筆された堀の代表的作品で名作とも呼ばれている。序曲、春、風立ちぬ、冬、死の影の谷のご章からなる。美しい自然に囲まれた高原の風景の中で、重い病に侵されている婚約者に付き添う、私が、やがて来る愛する者の死を覚悟し、 それを見つめながら二人の限られた日々を、性を強く意識して、共に生きる物語。死者の目を通じて、より一層美しく映える景色を背景に、死と生の意味を問いながら、時間を超越した生と幸福感が確立していく、過程を描いた作品である。1936年、雑誌、改造12月号に、まず、風立ちぬが掲載された。 翌年1937年、雑誌、文芸春秋1月号に、冬、雑誌、新オンライン4月号に、婚約が掲載された。翌年1938年、雑誌、新潮3月号に、中小、死の影の谷が掲載された後、同年4月10日、以上をまとめた単行本、風立ちぬが、野田書房より刊行された。原稿版は、新潮、 岩波文庫などから重版され続けている。翻訳版は、アメリカ、フランス、中国などで刊行されている。矢野綾子作中にある、風立ちぬいざ行きめやもという有名な宿は、作品冒頭に掲げられているポール・バレリーの詩、海辺の墓地の一節、レベント・セレブ、イル・フォー・テンター・でビーブル、を堀が訳したものである。なお、単行本ではフランス語の原文で掲げられた、 エピグラフは、書室詞では、冬の章の冒頭に、風立ちぬ、いざ行き目やも、と、日本語で付されていた。風立ちぬの、ぬは、過去、完了の助動詞で、風が立ったの意である。いざ行き目やも、の、め、やも、は、未来随量、意志の助動詞の、無の依然形、めと、半語の、やもをつなげた、生きようか、いや、そんなことはないの意であるが、いざは、 さあという意の強い五感で目にかかり、生きようじゃないかという意が同時に含まれており、バレリーの死の直訳である、生きることを試みなければならない、風が吹く、生きねばならぬという意思的なものと、その後に襲ってくる不安な状況を予覚したものが一体となっている。また、過去から吹いてきた風が今ここに到達し起きたという、時間的、空間的広がりを表し、 生きようとする覚悟と不安が生まれた瞬間を捉えている。作中の私の婚約者、雪子のモデルは、堀と1934年9月に婚約し、1935年12月に死去した矢野綾子である。なお、堀は死の影の谷の章を、1937年12月に軽井沢にある川端康成の山荘にこもって書き上げた。 矢野綾子の油彩画、矢野綾子の油彩画彫りの代表作で、名作とも言われる、風立ちぬで描かれている情景、風景描写のうまさはよく指摘されているが、宮下なとも悲劇的な題材に関わらず、悲壮さや感傷が薄く、作品全体に明るい透明感がある理由として、情景描写の素晴らしさが一役を買っていると解説している。丸岡明は、作中で彫りの中の、 心に残る一つの印象が描かれる際に、その印象が常に時を隔てた他の印象を呼び起こしながら表現されているとし、構成も字の流れが立体的に感じられるように工夫されていると解説し、風立ちぬが私たちにもたらした最も大きな驚きは、風のように去ってゆく時の流れを見事に文字に刻み上げて人間の実態を その流れのうちに捉えて示してくれたことであると表している。三島幸夫は独創的なスタイルを作した作家として森鴎外、小林秀夫と共に彫りを挙げている。その彫りの長所である自然描写力については、死自身の思考していたフランス近代の心理作家よりも北欧の、例えばヤコブセンのような作家に近づいていると述べている。また、昭和文学には日本人として、 日本の風土に曲跡していきながら、これを西欧的教養で眺め替え、西欧的幻想で装飾して、言語芸術のみがよくなし得る。このような二重の映像を作品世界として、その不思議な知的感覚的体験へ読者を引きずり込む、といった一群のハイカラな作家があるとし、堀もその一人であると三島は解説している。三島は、 風立ちぬをはじめとしたその後の堀の小説の方向性について、堀が風立ちぬで試み、さらに、なおこで持つと徹底的に試みたことは、小説からアクティュアリティを完全に排除し、古典主義に近づかうとしたことだったと思われるとし、堀がそう決断したことは、堀達夫という作家として正しく、日本における古典性の達成においても正しかつたと述べている。 そしてその理由として、日本で小説が成立する方向は、文体を犠牲にして、アクチュアリティを追求するか、アクチュアリティを犠牲にして、文体を追求するかのどちらかに行くほかはないからだと、説明し、堀氏は、その一方向を徹底した点で立派なのであると、考察している。風立ちぬに関するカテゴリ、風立ちぬに関するカテゴリ。ありがとうございます。